本平を後にいたしまして、史跡久能山へと進めてまいります。約5分間の空中遊覧へと参りましょう。皆様にご利用いただきましたこちらのロープウェイは、長さ1065メートル、47名乗りのゴンドラで約5分間で連絡をしております。それでは左手前方方向にご覧いただけますのは、温泉で有名な伊豆半島です。またこの左手一帯の山ですが、昔は大きな一つの山続きでございました。長い年月をかけ、大雨や地震などの影響により土の柔らかい部分だけが押し流され、硬い部分だけが残り、このように細く険しく削られたような姿に変わっていきました。また左手少し後ろを振り返るようにご覧いただきますと、屏風を立てたような姿に見えることから、左手一帯を屏風谷と呼ばれております。春は桜、初夏には新緑、秋はところどころが紅葉に染まり、四季折々の美しさをお楽しみいただけます。皆様にご乗車いただきましたこちらのゴンドラですが、12月の26日にリニューアルしたばかりの第6代目のおかごです。お姫様やお殿様を乗せたおかごをイメージしたラッピングを施してあります。まもなく前方より日本平行きのゴンドラとすれ違います。皆様よろしければお手を振ってあげてください。あっという間の通過になりますが、速度は同じ時速17キロ同士での通過です。お手を振っていただきありがとうございました。それでは右手前方方向、広がってまいりました大海原が駿河湾です。そしてその駿河湾の手前にビニールハウスがご覧いただけますが、久能特産の石垣いちごのビニールハウスです。この石垣いちごは毎年1月1日から5月の上旬までいちご狩りをお楽しみいただけます。ちなみにこのビニールハウスは全長8キロにわたって連なっております。